いやあ、今週もこの時間が来たぞ。我が輩の。今回こそこの目の前にある魔法陣。これを使ってね、しっかりとサブカルの精霊を、今日も呼んじゃうかんね。おいらやっちゃうよ。いくよ。ほっ、召喚するぜ、サブカルの精霊よ。いでよ。いよっ、はっ、わし、煙出てこい。煙出て、扉、煙じゃなくて扉、ガチャ。若干遠いんだよな、いつもな、ここ。煙、はい、魔法陣、これ、はい、やってまいりました、富田でございます。え、また扉かな、富田、扉か富田。いや、うまくない、うまくない。全然うまくない。なんすかそれは。いや、もう何、いつも通りやってまいりました。なんでよ、先週に引き続き。ここから出てこいよ、煙でボワって。そんなうまくできてないんですよ、世の中。そうだね。ちゃんと電車乗り継いできましたから。逆に魔法陣書いてなんかドライアイスやった方が予算かかりそうだからね。そうそうそう。そういうのいらないっす。えらいね。来たね、今日も。いいんです。来たよ、サブカルのせいで、トミータ。やってまいりました。前回。はい。喋ったね。喋りすぎ。僕ね、時間渡されるともうフルで喋っちゃうんですよ。大丈夫ですか、ね、僕。フル以上だから。フルじゃないからね。フル以上喋ってたからね。喋っちゃうんだよ、ね。は、うん、い、この国そういうタイプだから。あ、本当ですか、うん、大丈夫、そう。この入り口だけ無法地帯に書いてあるからね。無法地帯に書いてある。そうそうそう。王国が。うん、だってジッペ FM ってね、これFM 局なのよ。はいはい。東京でいう JWEB みたいなね。おしゃれだね。でしょ、はい。だいたい20分あったら、3曲、4曲かかるよ。一曲かけてギリギリだからね。一曲かけてギリギリの。それもテレビサイズっていう。本当ですよね。もう本当すごいよ。すいません、信じられない時間の使い方しちゃって。いやいや、トミータが来たら。トミータでございます。ね。はい。もうやっぱこう曲も大事だけど、うん、やっぱそう喋り聞いて、サブカル王国をこう反映させないと。おー、なるほど。そうですよね。そうだよ、そうだよ。いや、このサブカルキングダム盛り立てるために僕は召喚されてますから。そうだよ。え、精霊として。最近何やってんの？最近っすか。うん。最近、あれっすね、7月クールのアニメの主題歌の制作をバリバリやってますね。あ、今だってね、3、4月じゃん。そうですよ。3、4月とかぐらいなんですけど、だいたい。え、まだ7月のやつ今やってんの？やってます、やってます。遅くない？なんか、あれなんですよ。これ制作って面白くて、うん、アニメでね、うん、使われるのって、うん、オープニング、エンディングって、89.5 秒ぐらいの尺じゃないですか。89.5 秒くらいってくらいじゃないからね。すでに細かいからね。89.5 秒の尺。あれって決まってんだよね、89.5 秒って。そうなんですよ。だから、うん、その尺を先納品して、うん、で、アニメーション作っておいてっていう。そうなん。言っちゃえば分業作業なので。だから結構さ、はい、アニメで主題歌になったやつリリース遅いじゃん。うん、ありますよね、そういうのもね。まあ、いろんなね、イメージ、売り出し方もあるとは思いますけどね。でも、うん、後日的になるやつは、はい、いわゆるそういうこともあるんだ。あるかもしれないですね、可能性としてはね。でも、そうなんですよ。最初に、そのオープニング映像を作ってもらうための、それを分かるものを最初に送って、うん、ラフミックスみたいなものを送って、うんうんうん、で、それでアニメーターさんたちがこう、絵を作ってる間に、僕たちはフルサイズをレコーディングしたりとか、楽器取ったりとかっていうことをやるっていう。あ、じゃあ、はい、主題歌ってあるじゃん。そう、あります。主題歌っていうのは、うん、そのアニメになると絵もつくけど、つきますね、基本的に、はい、ラフの音源が最初なの、はい、そうです。そこから、まあ、そこからね、大きく例えばアレンジとか展開が変わっちゃうと、うん、アニメと合わなくなってきちゃうので、そうだよね、限りなくその完成品に近いその尺の合わせ方で、うん、アニメーターさんに渡して、でそこはもう例えば展開、曲の展開とかあるじゃないですか、うんうん、ブレイクが入るとか、うん、ここでフッと音が止まるとかってあるじゃないですか、うん、でここで盛り上がるとかっていうのはもう全く同じような感じにしてお渡しして、でそれに合わせてもうアニメの中では例えば登場キャラクターがわーって出てくる、走ったりとか、ね、走ったりとかして、でタイトルがうわーって出てくるとかあるじゃないですか、もうね、下からグワーンって、そうです、そうです、でそういうのを作ってもらうっていう感じなんですよ。え、ちなみにさ、はい、なんでさ、はい、90秒じゃないの、うん、あれね、89ってこれテレビのルールらしいですよ。テレビのルール？そう。あのね、ノンモンって言って、その無音状態のやつをちょっと作っておかないと、うん、なんかね、僕、昔は、僕がね、うん、この業界入り始めたばっかりの時は、90秒って言ってたんですよ。ずっと90秒。そうなの？言ってたんですよ。でも、実際90秒で納品したら、うん、後ろがプツって切れちゃってたりとか。あ、お尻がちょっと切れちゃうんだ。そう。ってことがあって、うん、なので、そのもう 0.5 秒を、ちょっとやっぱり無音の状態でちゃんと入れれるぐらいの尺にする。
ていうのが。そういうことか。ありましたよ。だから僕も90秒で納品してテレビ見たら、あ、ちょっと違うんだよな、みたいなことも過去にありました。あ、90秒パッキリやったら、ちょっと、最後のところが。最後のところが。っていうことがあったんです。はぁ、気持ちよく終わらなかったんだ。終わらなかったんですよ。なんかちょっと知りきれみたいな感じになっちゃってて、ってことがあったので。じゃあ本当に、厳密に聞いてみると、はい、0コンマ5秒分前後に、はい、空白がある。あるってことが多いと思います。そうなんですよ。はあ。だからそれもね、もうだからいろいろ大変ですよ。作家さんたちとか、うん、あとはエンジニアの方とかが、すごい試行錯誤して、うん、で、言っちゃえば 89.5 秒の尺に完全に合わせるって、うん、しかもどのアニメソングもですよ。うん。だからすごいことじゃないですか、それって。確かにね。むちゃくちゃ難しくて、だって作ってる人も違えば、うん、曲のテンポとか、歌詞の数もメロディーの音符の数も違うのに。なんかあの、一つのジャンルの人が、アニソンに入り込もうとしても、はい、なかなか手つけられないっていうのね。特殊ジャンルで。らしいね。なんですけど、うん、アニソンをめちゃくちゃ作ってる作家さんたちは、自然とワンコーラス作ると 89.5 秒になることがあるっていう。もう癖づいてんの。そう。だから、なんかあるじゃないですか。だからあの、石握っただけで何グラムか分かるみたいな。肉切っただけで、あ、これ300グラムぴったりですみたいな。あ、もうあの、さばいたらね、あの、寿司のあの、マグロのね。マグロみたいな。うん。ネタのね、重みとか、シャリを握ったら、あ、これ何グラムですね。みたいな。あるね。感じで、アニソン職人は、はい、これ、あ、これ 89.5 秒ですね。みたいな。マジでそれやっぱ職人技なの？いるんですよ。実際ね、僕、あれでしたね。この間、うん、あの、それこそ、この番組でもお世話になった、内田真彩っていう、はい、真彩ちゃんね。っていうの、うん。で、新曲で、ノーシナリオっていう曲をリリースさせてもらったんですね。この前ね。そう、この前。うんうんうん、で、ノーシナリオの、作曲と作詞をお願いした渡辺翔くんっていう作家さんがいて、うんうん、渡辺翔くんってクラリスのコネクトって曲作ってるのが、超ヒットメーカーなんですよ。で、渡辺翔くんは、もう初めからこれアニメの主題歌じゃないんですよ、ノーシナリオって。なのに、ワンコーラスパッと作ったら 89.5 秒でしたって送ってきたんですよ。呪いだな。これも呪いだ。呪われてる、完全に。あ、そこまで行くと呪いだ。呪い。で、実際に、うん、まあ、よくね、コンペとかっていうことを聞くこともあるかもしれない。コンペね。コンペって言って。なんかの作品の楽曲を取るために作家さんたちがエントリーするやつね。はい、いろんなね、事務所とかに所属してる作家さんとかが、わーっと自分で作ったデモを送って、とかってやるやつなんですけど、大体それも 89.5 秒で送ってくださいとかっていうことがやっぱ多いんですよ。あ、もうそのまんまみたいな感じなんだ。っていう、ワンコーラス送ってくださいって言った時に、もうじゃあ 89.5 秒にして出すかっていうことが多いので。じゃあもう暗黙のルールなんだね、ほぼ。しかも、だってこんなことをやってるのって、うん、日本のアニメ文化しかなくないですか？いや、そりゃそうでしょ。ねえ。え、だって普通のドラマとか言ったらさ、いわゆるアーティストの楽曲そのまま使ったりしてるだけじゃん。そうです、そうです。それに合わせてね、なんかこう、ドラマの方をうまくやってるわけでしょ？やってるじゃないですか。うん、この謎の文化、アニメならではの。はこれはね、かなり特殊な音楽文化だと思います、ね。これ何いわゆる、あの、先週も話したけどさ、はい、マジンガー Z みたいな、はい、昔の楽曲もそのルールなの？あの時代からそう。マジで？そうなんですよ。ずーっと変わらないの？もうなんだったらもう、鉄腕アトムからそうですよ。誰が決めたん？ね。だからこれはもうやっぱりテレビのずーっと長い歴史の中で、あるんですよね。で、やっぱり、でも、オープニングとエンディングがあるじゃないですか。これ、諸説あるんですけど、これ理由。理由？理由。だって、はい、ある、存在する理由とか。そうなんです。だって、普通にテレビのドラマとかって、うん、まあ、オープニングで曲流れることもあるけど、だいたいエンディングで流れて終わって、一曲あ、主題歌っていうとね、うん、そうだよね。でも、なぜかアニメって必ずオープニングとエンディングがあるんですか？あるね。はい。これは、うん、昔、レコード、うん。レコード。レコードだった時に、A 面と B 面があるから、ううオープニングとエンディングをセットに売るときに、やっぱレコードで出すじゃないですか。表と裏で一枚で出せるっていう、そしてプロモーションを考えてオープンとエンディング用意したって言われてる。大人のまたよくそんな心やないか。やべえ、サブカルキングダムに横島なもの持ち込んでる俺。大好き。よかった。よかった。そうなんですよ。意外とそう、もう諸説ありますけど、いわゆるそれ、今だに、ね、も腑に落ちるわ。そうなんですよ。ずっとその文化が来てるっていう。でしかも。テレビのルール、まあ、30分の尺だったら CM が入ったりとかってあるじゃないですか。それに合わせて、いつの間にか90秒、89.5 秒になってる。なるほどね。でも最近それこそ新アニメ見てると、大体1話は、はい、あの、オープニングをエンディングに持ってて、はいはい、2話からオープニングやって、エンディングは2話から出るとか。よく知ってる、さすが王子。当たり前やないの。普通に見てたらね、気づくよね、あれ。そう、あれ、でも、うんうん、逆に言うと、うんうん、エンディング曲を、例えば、うん
あの、作ってくださいって、僕、主題歌のね、プロデュースとかやってるんで、頼まれるじゃないですか。で、エンディング曲、いや、いい曲できたなと思って納品して、放送楽しみにしてるじゃないですか。あ、1話から見て、あ、どんな感じでアニメ作るんだろうな。流れない。流れない。それもいい感じに1話ってさ、ストーリーに乗せてちょっとオープニングを入れちゃってる感じで、ね、ちょっとドラマチックにもうエンディング食っちゃってる感じでオープニングやるもんね、あれね。そうなんですよ。だからもうね、1話見た時に、冒頭に、あ、オープニングテーマあるはずのところに入ってないと嫌な予感するんですよね。あ、エンディングこれないパターン、ないパ、ないパターン。確率高くなってるよね。高くなっちゃう。あと、そのエンディングで言うと、はい、例えば、ええ最後、クライマックス迎える直前ぐらいになるとさ、はいはいはい、またエンディング流れないパターンない？最近。ある、あるなあるよね。B パート長くなっちゃうパターンね。そうそうそう。で、ちゃんとスタッフロールとかもさ、はいはいはい、その会話劇あるところで流れちゃうみたいな。あれも、まあでもね、アニメあっての主題歌なので。やっぱそこは寄り添ってんだ。そこはもうね、涙を飲みながら、まあでもいい曲なんで聴いてくださいねって思いもありながらですよ。でも最近、それで言うとですよ、もう手を、もう、いっぱい時間と、まあ、言っちゃえばちゃんとね、予算もかけたりとかしながら、いい曲作って、みんなでだから一曲作るのに何ヶ月もかけてやるわけなんですけれども、今、ネットとかで、配信で見てらっしゃる皆さん多いと思うんですよ。まあ、サブスクリプションですね。そう、サブスクリプション、まさにそうですね。定額で見てる方多いじゃないですか。エンディングとかオープニングのやつスキップ機能みたいの、あ、もうやめてくんないかなって思うぐらい。あれ、ネットフリックス、はい、ワイプみたいになるやつ。そうそうそう、エンディング10秒ぐらい流れると、左上にシューンっていっちゃって。そう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 、勝手になんかね、次に行っちゃうの、あと残り20秒みたいなのね。ね、でもすぐ次のエピソードに入れて。ね、あれ、スタッフロールとか見たいときも、声優さん誰やってんのって毎回コントローラーでピッピコピッってやんなきゃいけないからね、あれ。そうなんですよ。いやー、そこはちゃんと大事にしてほしいね。で、ちなみになんだったらですよ、うん、最近、うん、もうめちゃくちゃ我々も考えるし、アニメの方、皆さんも考えるので、うん、実はエンディングテーマでも、ちょっと歌詞変わってるとか、うん、あ、いわゆるストーリーに合わせてね。合わせて2番の歌詞になってるとか、はいはいはい、でちょっと実は、あれ、この、人歌ってたっけみたいな人が、だから例えばキャラソンで3人で歌ってるやつのところに、2人になってたり4人になってたりみたいなこともやってるわけだぞ。それはその、ね、作品に合わせて意味合いを持たせてるわけね。演出に合わせて、うん、例えばその話の中でこのキャラクターがメインだったからこの子が今度歌ってるとかっていうのもやってるのにもかかわらず、うんはいはい、次のエピソードへみたいな。うん、で、次のエピソードないやつとか他の作品がメインで来るから。もうちょっと待ってよ、みたいな。もっと見るみたいな、なんかね、そんな感じになっちゃうから。もうちょっと聞いて、みたいに思いますけどね。ちょっと音楽家にとってはね。はい、そうですよ。寂しい、ね。寂しいけど、まあでもね、まあ。昔のあれだよね、テレビのビデオでさ、はい、CM スキップ機能って、はいはいはい、誰のおかげでこの番組成り立ってんやってやつやね。そうですよね。あれ、たまったもんじゃなかっただろうなと思いますよね。そうだね。今もあると思いますよね。でもさ、うん、今アニメって、はいはい、ここ数年、はい、めちゃめちゃワンクールで作品出てるじゃん。うん、出てますね。多くなりましたね、昔と比べたら。うわうわなんじゃないの？いやいやいや、そんなまさか。だってそれにね、オープンエンドが大体ついてるわけでしょ。プラス今キャラソンもずっとあるし。そうですね、キャラソンもあったり、挿入歌もあったりとか。うわうわなんでしょ？うわうわですね。おい。これ。こんなこと言っていいのかな？ちょっとサブカル、ね、サブカル王国、まだ村なんだよ。え？王国って言ってるのに。ビレッジ。人口的に言うと村なんだよ、まだ。ビレッジなのにキングダムを名乗ってる。そうなのよ。え？やっぱね、最初から大きく言っとかないと。なるほど。そうそうそう。行く、もう先々を見据えてですね。そうなのよ。そうなんですね。だからね、この王国も、はい、やっぱね、ちょっと本腰入れて、やっぱプロデュースしてほしいわけよ。なるほど。精霊と三谷。なるほど。うん。でもそれで言ったら、やっぱあれじゃないですか、人材を発掘みたいなことを、このキングダムから発信してともいいかなと思うんです。なんでかっていうと、うん、僕クラリス。っていうです。そう。二人組の。知ってますよ。ね、お世話になってますよ。この前もね、もう何、デビューして何年ぐらい経ったっけ？これ10年になるんですよ。10年なってんの？クラリス？そうなんですよ。この前コメント来たら、はい、デビュー当時な、トーク的な素朴さだよ。ね、素朴さたまんなくないですか？いやー、ほんとね、おじちゃんはね、お金あげたくなるよね。毎回天の声に対して、うん、お金あげようかって言ってるもん、いつも俺。言ってる。そんな気持ちで聞いてるんですか、ね、これ。そのね、本当に変わらないんですよ。変わらないね。変わらない。もうね、ずっと僕は。でね、うん、彼女たちってそもそも、うん、だから今から10年前、11年ぐらい前なんですけど。え、発掘したの？そう、僕が、ほんとネットサーフィンで見つけたんですよ。もともと。そんなことやっぱあるの？あります。だから、なんかよくさ、言うけどさ、うん、本当なのそれ。本当です。だから、
当時はアリス、クララっていう名義でやってて、うん、はいはい、2人で、はい、で今のクラリスは、うん、クララとカレンの2人組で1人メンバー変わったんですけど、そうだよね、途中でね、そう、最初の時はアリス、クララっていう名前でニコニコ動画に、それは2人は知人同士なの？そう、2人は友達同士、あ、友達なんだ、友達同士だったんですよ、はあはあ、でその時まだ中1かなで時に、そうで、あのニコニコ動画に歌ってみた動画を上げてたの。中1で歌ってみた、上げてた、そう、上げてたの。親戚のお兄さんがなんか手伝ってもらって動画編集してもらって、うわー、なんかもう本当ね、その時期っぽいね、なんかね、そうなんですよ。で上げてて、でそれを僕が、自分の当時やってたラジオ用に、うん、なんかネットサーフィンで新しいそのね、なんかの才能というか歌ってみたやつバーって見てた中で、うん、めちゃくちゃうまいけど中1って本当かなってって思ったのがあの二人で。え、その時にはもう再生回数とか回ってたの？全然。実はそんな大したことなんです。なんで僕が気づいたかっていうと、うん、僕が仲良くしてるサウンドクリエイターで、もともとボカロ P の、ライブ中の KZ くん。ああ、KZ くんね。KZ くんが。あ、何回か来たことあるわ。ですよね。で、KZ くんの曲を歌ってたんですよ。うんうん、あ、それ歌ってみたらね。そうです。別に面識があってとかじゃなくてね。なくて、うんうん、で、KZ の曲をカバーして、ライブ中の曲をカバーしてたりとかしてて、うんうん、僕、ライブ中の曲を歌ってみた、で、歌ってる子たちを探してたんですね。あ、サーフしてたんだ。そう、サーフしてたんですよ。で、これすげえなーって思って。で、ね、でもだよ、うん。他に再生回数稼いでる子はいたわけじゃん、はい、その間で。なんで再生回数ないその子に目が行くの？なんか興味でしょうね。なんかね、その時も歌聞いた時も、うん、まあ今のクラリスもそうですけれども、うん、やっぱすごい魅力を感じたんですよ。なんか他の歌ってみたの人たちって、うんうん、もちろん上手い人もいれば拙い人もいましたけれども、うん、あの二人は、まあもちろん上手かったんだけど、うん、すごい声の魅力があったし、しかも、あの当時ですよ。うん、今から10年ちょっと前ぐらいに、自分たちで中学生が動画上げてるって、今でこそいるかもしれないけど。まあ確かにね、走りだね、すごいよね。めちゃくちゃ珍しいことだなって思って、確かに。実際にコンタクト取ってみようって思って、連絡うまく頑張って取ってみて。それさ、もうちょっと怪しいおじさんじゃん。いや、本当ですよ。本当ですよ。まあいくら20代とはいえ、彼女たちからしたらさ、もうおじさんじゃん。怖くてしょうがなかったじゃないですか、最初。ネットでさ、はい。ふわって。そうですよ。どうやって打診したの？最初は、リスアニって雑誌があるんですけど。リスアニライブやってるね。そうです、リスアニライブやってる雑誌。あれ、M音から出してるんですけど、うん、そのリスアニの、うん、体を使って、創価体を使って。そこは体なんだね。一応リスアニなんですけどね。うん、で、リスアニって雑誌をね、うん、今作ろうとしてるんですけど、うん、この雑誌は、ただ音楽を紹介する、アニソンの業界の音楽を紹介するだけじゃなくて。